こんにちは、ジャグラーのマロです。今回は3個ボールジャグリングの基本的な、そして有名なパターン、チョップですね。このやり方を6個のステップで解説していきます。結構このチョップ、スピード感があってお客さんから拍手をもらえるっていうね、結構人気のある技なんですけれども、スピード感がある分、初心者の方はね、これどうやって練習すればいいのかわからない、つまずいてしまうことがよくあるんですね。で、今回は実はこれもうちょっとゆっくり練習していい技なので、その分かりやすくゆっくり説明していきたいと思います。まあ、具体的にはもうこんな感じ、かなり楽ですよね。1、2、3、4。本当にまず基本的にはこのやり方ができるようになれば、スピードはね、あとはパフォーマンス用に力強くやるっていうのは自分の選択なので、今回このチョップのやり方なので、もっとさらに基本的な技のやり方知りたい方はね、概要欄にいろいろリンクを貼っておきますので、それもぜひ練習してみてください。じゃあ早速ね、解説を始めていきます。ステップ1、ボール1個で投げ方を覚えましょう。まずね、このチョップどういう風に動いてるかというと、ボールを無限大の形みたいにキャッチしたら、上に持ち上げて斜め下、反対の上の下まで持っていって投げる、この繰り返しなんですね。でこっちもキャッチしたら一回上に持ち上げて無限大みたいに持っていって腕の下から投げる、キャッチ斜め上、これをまずね覚えましょう。動きとしてはリラックスして持ち上げる腕の下、持ち上げる腕の下、まずここまで練習しましょう。ステップ2、ボール2個で腕の下チョップ、この順番の練習をしていきます。普通に構えたところから右手を肩の上に持ってきます。そこまで持ってきてから左手を腕の下から投げて右手をチョップ、上げて腕の下チョップ、これぐらいゆったりした感じで腕の下チョップね。手を上げるのと準備が同時で、ね、連続してできるように練習をしてください。ステップ3、2つともチョップの動きで投げていきます。まずね、最初いきなり片方の手がチョップの動きをして、そしてこれがね、ステップ2とも同じ形になるんですね。チョップの動きをしたら腕の下に来てますよね。そしたらさっきと同じで腕の下投げて反対もチョップ、でこれを左右連続してやっていきましょう。チョップの動きから反対もチョップ、ね、腕の下に持ってきながらこっちもチョップ、ワン、ツー、ね、こうですね。こう肩のところに上げる上げる、そこからスタートすると思うとリズム取りやすいかもしれないですね。上げる上げる、ね、上げて上げて、ワン、ツー。ステップ4、3個で練習していきましょう。3個ボールカスケードをね、一回こう腕の下から投げます。これをやりながら、さっきのですね、腕の下から投げるときには反対もチョップの準備をして、1回だけチョップですね。で、反対もやってみましょう。ね。で、注目してもらいたいのが、あんまり焦ったり力んだりしてなくてもできるということです。カスケードをゆっくりやって、ポン、腕の下から投げる。さあ、この1回だけチョップっていうのに慣れてきたら、今度はテンポを意識してみましょう。まずは例えば5回に1回ですね、これを 1,2,3,4,5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 、 これぐらいの感じですね。さあ、5回に1回ができるようになってきたら、今度3回に1回ですね、手に持ってるこのボールをいつもチョップするようにします。まあ、テニスパターンと呼ばれる一つのボールがいつも特定の動きをするというやつですね。ちょっとこのボールを注目してみてください。こう2番目に投げるボール見ててくださいね。チョップ、ワン、ツー、スリー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 、まあこういう感じですね。ステップ5、片方の手で連続してチョップをしていきます。例えば右手で2回、1回2回連続してチョップチョップ、こういう感じですね。
ういう感じで1,2,3 とかね、連続して、右も左もチョップができるように。でそれができてきたら、じゃあもう常に右手はいつも、まあほとんどこれ完成に近いですけどね、片方の手がいつも腕の下から投げるように、ここを目指していきましょう。さあそして最後ステップ6ですね、今度は右左と2連続でやってみましょう。パターンをね焦らないようにしながら、1,2 これですね。1,2この1個投げたところから、あとはもうステップ3とかでね、ボール2個でチョップチョップってやった、この動きをやるだけですね。1個投げてチョップチョップ、反対からもやってみましょう。チョップチョップ、でこれがねある程度、まあ右からも左からもできるようになってきたら、じゃあ今度3連続で、ね、1,2,3 じゃあ続くだけ続けていくと、チョップの完成ということですね。さあこのチョップね、とにかく焦らないっていうのが大事ですね。いろんな人がチョップやってるのを見ると、なんかもうそれぞれのやり方でこうダイナミックにやってたりするので、それに引っ張られて自分もこうスピーディーにやんなきゃって思うんですけれども、本来の基本形としてはもうこういうことです。まあある意味ね、腕の下の変形板ぐらいに思っとくといいんじゃないかなって本当に思います。でその上で基本のやり方が分かったら、じゃあ自分なりに、まあ、なんか自分の好きなスタイルでね、やりたければアレンジしていく、そういうことですね。でとにかく、まあ、ゆっくり、ね、最後もう一回リズム聞いてくださいねもうこれでもかってぐらいゆっくりですよね。だからこれはもうスピードの問題じゃなくて、動きをねこう覚えられるかどうかっていうことなので、混乱したらぜひねステップ2とか3のまず2個のそもそものね、1,2 チョップチョップ、この辺をね、滑らかにできるようにしていけばね、必ずできるようになりますので、ぜひ覚えてください。あと一つだけね、このアレンジ方法をお話ししておくと、リバースチョップっていうね、チョップの逆回転っていうのがあるんですね。チョップはこっちで、リバースはこっちで、この動画のオープニングでデモンストレーションちょっとやったんですけど、チョップとリバースを、組み合わせることで見栄えがまたかなり変わったりします。例えば片手がチョップ、片手がリバース、チョップリバース、チョップリバース、チョップリバース、また両方リバースを、リバースリバース、チョップ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 リバースリバース、チョップリバース、チョップリバース、リバースリバース、チョップチョップリバース、チョップリバース、チョップチョップ、まあオーバーザトップとかこう混ぜたりとかね、することでいろいろアレンジすることができますので、まあ、チョップに慣れてきたらね、同じような要領でリバースも練習できますので、ぜひ覚えてみてください。というわけで今回の解説は以上です。この動画少しでも良かったな、参考になった、感じていただけたら、ぜひ高評価ボタンお願いします。本当にね、皆さんの高評価がいつも僕に動画を作るモチベーションをくれます。またね、僕が海外のサーカス学校で学んだ役立つ情報をどんどん発信していきますので、ぜひチャンネル登録もして一緒に練習していってください。では今回も動画ご覧いただいてありがとうございました。